気体とは物質の状態の一つであり、一定の形と体積を持たず、自由に流動し圧力の増減で体積が容易に変化する状態のこと。ガス体とも言う。気体というのは物質の集合状態の一つであり、圧縮やズレに対する抵抗が小さく、膨張に対しては全く抵抗を示すことなく無限に体積を大きくしようとし、 体積も形も一定でない状態をこう呼んでいる。気体は物質の三体の一つである。純粋な気体を構成する粒子は原子の場合、同一種類の原子から構成される元素分子の場合、複数種類の原子からなる化合物分子の場合がある。混合気体は複数の純粋な気体が混じり合ったものである。空気もそれにあたる。 液体や固体との大きな違いは、気体を構成する粒子間の距離が大きい点である。気体粒子の相互作用は、電状や重力場のある状態では無視できる程度であり、渦のようにそれぞれの粒子が一定の速度ベクトルを持つ。気層は、液層とプラズマ小の中間にあり、プラズマへと転移する温度が、気体の存在する上限温度となる。極低温で存在する。 量子縮体気体が近年注目を集めている。高密度の原子気体を極低温に冷却したものは、ボース気体、またはフェルミ気体と呼ばれる統計的振る舞いを示す。詳しくは、ボースアインシュタイン凝縮を参照。気層の粒子は、電状などがない限り自由に運動する。気体は、液体と共に流体であるが、分子の熱運動が、分子間力を上回っており、 液体の状態と比べ、原子、または分子がより自由に動ける。通常では、固体や液体より、粒子間の距離がはるかに大きく、そのため密度は最も小さくなる。また、圧力や温度による体積の変化が激しい。構成粒子間でのやりとりが少ないので、熱の伝導は低い。気体状態では、粒子は自由かつランダムに動く、熱運動をしている。 また、それを構成する粒子間の引力は働かない。さらにその粒子の大きさ、質量ともに、気体の体積に比べてはるかに小さい。このために、気体の状態では、物質の種類を問わずに、共通の性質が現れやすい。例えば、同一温度、同一気圧の下では、気体の種類を問わず同一体積中に含まれる、分子数は一定である。これを、 アボガドラの法則という、気体分子の大きさと質量を存在しないものとした、仮想の気体のモデルを理想気体といい、気体の基本的性質を示すために扱われる。臨界温度以下の気相のことを蒸気と呼ぶ。臨界温度以下で気体を圧縮していくと液体へ相転移する。また、ある臨界圧力以下の圧力が、物質の飽和蒸気圧と等しくなる点が沸点である。 我々は空気中で生活しているため、科学の分野など、気体を成分に分けて扱おうとすると、周囲の空気と混じってしまいやすいため、特別な工夫を必要とする。流体なので形を定めることができない。しかし、固体の容器に換金することで利用する例もある。柔らかな素材に閉じ込めれば、体積が断性的に変形するので、衝撃吸収の可能な素材となる。 また熱伝導度が低いため断熱の効果もある。発泡スチロールでは多数の細かい泡のような形で気体を含んでおり、これらの性質を強く示す。煙が漂う様子から周囲の気体の動きがある程度わかる。ほとんどの気体は人間の近くでは観察が難しいため圧力、体積、温度といった物理的性質と粒子数といった性質で表す。 これら4つの特性を様々な機体の様々な条件下で計測したのが、ロバート・ボイル、ジャック・シャルル、ジョン・ドルトン、ジョセフ・ルイネイ・イコール・リュサック、アメデオ・アボガドロといった人々である。彼らの研究によって、最終的にそれらの特性間の数学的関係が明らかとなり、理想機体の状態方程式となって結実した。機体粒子は互いに十分離れているため、 液体や固体ほど隣接する粒子に影響を及ぼし合うことはない。そのような相互作用は、気体粒子の持つ電荷に由来する。同じ電荷は反発し合い、逆の電荷は引き付け合う。イオンでできた気体には、高級的な電荷があり、化合物の気体には、極性共有結合がある。極性共有結合の場合、化合物全体としては中性であっても、分子内に、 電荷の集中する部分が生じる。分子間の共有結合には一時的な電荷もあり、それをファンデルワールス力と呼ぶ。このような分子間力の相互作用は、それぞれの気体を構成する物質の物理特性によって異なる。例えば、イオン結合の化合物と共有結合の化合物の、沸点を比べるとその違いが明らかとなる。右の写真のように漂う煙は、 低圧の気体がどのように振る舞っているかという洞察を与えてくれる。気体は他の状態の物質と比較すると密度と粘度が極めて低い。気体の粒子の運動は圧力と温度に影響される。粒子間の距離と速度の変化は圧縮率で表される。その粒子の距離と速度は屈折率で表される気体の光学特性にも影響する。気体は 容器全体に一様に分布するように拡散する。スペースシャトルの大気圏突入のシミュレーション画像機体を観察する場合、基準となる範囲や長さを指定するのが一般的である。基準となる代表長さが機体粒子の平均自由工程より十分に大きい場合、機体は連続体とみなされ、挙手的観点から把握される。その場合、 体積の面でも十分な量の気体粒子を標本化できる大きさでなければならない。このような大きさで統計的分析を行うことでその範囲内のあらゆる気体粒子の平均的動きを観測できる。対照的に微視的、つまり粒子単位の観察を行う方法もある。挙手的観点で観測される気体の性質には気体粒子そのものに由来するものとそれらの 環境によるものがある。例えば、ロバート・ボイルは一時期、気体科学を研究していた。彼は、気体の圧力と体積の関係について、挙手的観点で実験を行った。その実験で、J の字型の試験管のようなマノメーターを使い、その管の一端に一定粒子数で、一定温度の不活性気体を入れ、さらに水銀を入れて密封した。そして、 水銀の量を増やして気体にかかる圧力を増すと、気体の体積が小さくなることを見出し、数学的には反比例の関係にあることを発見した。つまり、体積と圧力の積が常に一定になることを突き止めた。ボイルは様々な気体でこれが成り立つことを確かめ、ボイルの法則が生まれた。気体物性の分析に使用する様々な数学的ツールがある。 理想流体については、オイラー方程式があるが、極限条件の機体では、数学的ツールもやや複雑化し、粘性の効果を完全に考慮したナビエ、ストークス方程式などが使われる。このような方程式は、対象とする機体の特定の条件を満たすよう、理想化されている。ボイルの実験装置は大数学を使って、分析結果を得ることを可能にした。 オイルが結果を得られたのは彼が扱っていた機体が比較的低圧で理想的な振る舞いをする状況だったからである。そういった理想的関係は一般的な条件の計算には十分である。今日の最先端テクノロジーにおいては機体が理想的な振る舞いをしない条件下での実験を可能とする各種装置も設計されている。統計学や多変量解析といった数学が 宇宙船の大気圏再突入のような複雑な状況の解を求めることを可能にしている。例えば図にあるようにスペースシャトルの大気圏再突入の際の負荷が材料や構造の限界を超えていないことを確認する分析などがある。そのような状況では機体は理想的には振る舞わない。圧力を表す記号は P または P を使い SI 単位はパスカルである。 気体が何らかの容器に入っているとき、気体の圧力は、気体が容器表面に及ぼす単位面積あたりの平均的な力に等しい。その容積の中で、気体粒子は直線的に運動していて、容器に衝突して力を及ぼしていると考えれば、理解しやすい。その衝突の際に、気体粒子から容器に与えられた力の分だけ、粒子の運動量が変化する。 古典力学では運動量は質量と速度の積と定義されている。衝突に際して粒子の速度の壁と垂直な成分だけが変化する。壁に平行な方向に進む粒子の運動量は変化しない。したがって粒子の衝突によって容器表面にかかる力の平均は機体粒子の衝突による線運動量の変化の平均に他ならない。より正確には 粒子が容器表面に衝突した際の力の垂直成分の合計を表面積で割った値が圧力となる。メディアを再生する液体窒素に触れると風船が絞む様子温度を表す記号は T を使い SI 単位は分けるンである。気体粒子の速度はその熱力学温度に比例する。右の動画は風船内に囚われた気体粒子が 極低温の窒素に触れることでその速度が遅くなり、風船が縮む様子を示している。任意の物理系の温度はその系を構成する粒子の運動と関連している。統計力学では、温度とは粒子内に蓄えられた運動エネルギーの平均を示す速度である。このエネルギーを蓄える方法は粒子自身の自由度で表される。気体粒子が運動エネルギーを蓄えるのは、 衝突によって直線運動、回転運動、振動といった運動エネルギーを得た時である。対照的に個体内の分子に熱を加えても振動モードでしかエネルギーを蓄えられず、直線運動や回転運動は結晶構造によって妨げられる。熱せられた気体粒子は粒子同士が一定の割合で衝突することで速度が広範囲に変化し得る。速度の範囲は マックスウェル分布で表される。なお、この分布を想定するということは、その系が熱力学的平行付近の理想気体だと仮定していることを案に示している。膨張ガスは非体積の変化に関係する。非体積を表す記号は V を使い、SI 単位は立方メートル、キログラムである。体積は記号ボルトで表され、SI 単位は立方メートルである。 熱力学解析においては、死境属性と、磁量属性を扱うのが、一般的である。気体の量に依存する属性を磁量属性、気体の量に依存しない属性を死境属性と呼ぶ。非体積は、単位質量の気体が占める体積の比であり、あらゆる平行形の気体にわたって同一であるため、死境属性の例である。プロトアクチニウムの原子線庫がある温度と圧力で、占める体積は、 他の任意の原子線庫が同じ温度と圧力で占める体積と同じである。機体に比べて圧縮性のない個体の鉄を思い浮かべればわかりやすい。右の写真にあるような射出座席はロケットで推進するが、ロケットは質量を保持しつつ膨張するガスを噴射しており、この際に機体積が増加する。機体はそれを取り囲む、どのような容器であっても全体を満たす性質があり、 体積は、事量属性である。密度は、記号、ローで表され、SI 単位はキログラムマイ立方メートルである。これは、機体積の逆数である。機体粒子は、容器内を自由に動けるため、その質量は一般に密度によって特徴づけられる。密度は質量を体積ではタた体である。機体の圧力、または、体積の一方を一定としたとき、 密度は広範囲にわたって変化する。この密度の変化の度合いを圧縮率と呼ぶ。圧力や温度と同様、密度は機体の状態変数の一つであり、任意の過程における密度の変化は、熱力学の法則に従う。静止体においては、密度は容器全体で均一である。つまり密度はスカラー量であり、大きさはあるが、方向のない単純な物理量である。 気体分子運動論によれば、気体の質量が一定の時密度は、容器の大きさすなわち体積に反比例する。すなわち、質量が一定であれば、密度の減少とともに体積が増大する。極めて高倍率の顕微鏡で気体を観察できると、すれば、様々な粒子が決まった形や塊を形成せずに、無作為に動いている様子が観察できるだろう。そういった、 中性の気体粒子が運動の向きを変えるのは別の粒子と衝突した時か容器の壁と衝突した時だけである。そういった衝突が完全に男性的だと仮定するとその気体は理想気体だということになる。このような粒子レベルの微視的観点は気体分子運動論で扱われる。気体分子運動論は気体の挙手的性質を分子構成と分子運動によって説明する。 運動量と運動エネルギーの定義を出発点として運動量保存の法則と立方体の幾何学的関係を使い、K の挙手的性質である温度と圧力を分子ごとの運動エネルギーという微子的属性に対応づける。この理論によって温度と圧力という二つの属性の平均値が得られる。この理論はまた気体系が変化に対してどう反応するかを説明している。 例えば、理論上完全に静止した気体が絶対零度から熱せられるとき、その内部エネルギーが増大する。気体を熱すると、その粒子が速度を増し、温度が上昇する。高温になると、粒子速度が上がって単位時間あたりに容器内で発生する粒子の衝突が増える。単位時間あたりの容器表面での粒子衝突回数が増えると、それに比例して圧力も上昇する。 ブラウン運動は流体内に浮遊する粒子の無作為運動を説明する数理モデルである。気体の拡散は気体分子運動論で説明することもできるし、素粒子物理学でも説明できる。気体の個々の粒子を観察するテクノロジーには今のところ限界があり、それらが実際にどのように動いているのかについて理論的計算でしか示せないが、その動きは ブラウン運動とは異なる。ブラウン運動では気体分子が問題の粒子と何度も衝突することで頻繁に粒子の向きが変わる。この粒子は一般に原子数百万個から数十億個の大きさであるために衝突しやすく頻繁に向きを変えるのであって気体分子そのものはそれほど頻繁に衝突しないと考えられる。気体が圧縮されるとこのような分子間力が より強く働くようになる。粒子間には引力と積力が働いており、それが機体の力学に影響を及ぼす。物理科学ではこの力をファンデルワールス力と呼ぶ。この力は粘土や流量といった機体の物性を決定する重要な因子となる。ある条件下ではそれらの力を無視することで実在機体を理想機体のように扱うことができる。そのような過程の下では、 理想気体の状態方程式を使い、解に至る経路を大幅に単純化できる。そういった気体の関係を正しく把握するには、気体分子運動論を再度考慮する必要がある。気体粒子が電荷や分子間力を持つとき、粒子同士の距離が近いほど互いに影響を及ぼしやすくなる。電荷がない場合、気体粒子間の距離が極めて近くなれば、 粒子同士の衝突が避けられなくなる。気体粒子間の衝突が増大する別の場合として、体積が一定の気体を熱した場合があり、粒子の速度が高速になる。つまり、理想気体の状態方程式は、圧縮によって、極めて高圧になった状態や高温によって、イオン化した状態では適切な結果を示せない。この時除外された条件では、 機体系内でのエネルギー伝達が発生することに注意が必要である。系内部におけるエネルギー伝達がないことは理想条件などと呼ばれ、その場合エネルギー伝達は系の境界でしか発生しない。実在機体は粒子間の衝突や分子間力を一部考慮する。粒子間の衝突が統計的に無視できる程度なら理想機体の状態方程式の結果は妥当と言える。 一方、気体を極限まで圧縮すると、液体のように振る舞い、流体力学で扱うのが妥当となる。気体の状態方程式は、気体の状態特性を大まかに表し予測するためのツーリーモデルである。あらゆる気体の、あらゆる条件下の振る舞いを正確に予測できる、単一の状態方程式は、今のところ存在しない。したがって、特定の温度や、 圧力の範囲での気体のために多数の状態方程式が生み出されてきた。最もよく論じられている気体のモデルは完全気体、理想気体、実在気体である。これらのモデルは与えられた熱力学系の分析を容易にするためにそれぞれ固有の過程群を有している。なお、完全気体よりも理想気体、理想気体よりも実在気体の方が 対応可能な温度の範囲が広い。右の写真にあるライト兄弟の1903年の初飛行において機体の状態方程式が設計に重要な役割を果たした。最近では2009年に初飛行した太陽光発電飛行機ソーラーインパルスや商用機としては初めて複合材料を使ったボーイング787も設計に機体の状態方程式を活用している。 ライト兄弟の初飛行完全機体は分子同士の距離が十分大きいため分子間力が無視でき、かつ分子同士の衝突は男性的だと仮定したものである。完全機体の状態方程式では記号 N はモルあたりの物質を構成する粒子数、すなわち物理量である。それ以外の記号はすべて常実してきたものが使われる。この関係式は 絶対温度と絶対圧力を使った時のみなり立つ。気体定数 R は単位が両者で異なる。科学の場合は N に対応した単位になっており、気体力学では密度ローに対応した単位になっている。完全気体はさらに2種類に分類されるが、両者を区別しない教科書も多い。以下、その2つを簡単に説明する。熱量的完全熱量的完全気体は、 温度の観点からは最も制限がきついモデルであり、比熱容量が一定という条件が加えられている。ここで U は内部エネルギー、H はエンタルピーである。C は比熱容量であり、CV は定積比熱、CP は低圧比熱である。温度の観点からは最も制限がきついが、制限内では十分正確な予測が可能である。 軸流式圧縮機の挙動を CP を可変として計算した場合と CP を一定として計算した場合ではその差は非常に小さい。実際、軸流式圧縮機の動作では他の要因が支配的に働き CP が可変かどうかよりも最終的な計算結果に与える影響が大きい。それは例えば圧縮機の先端の隙間の大きさ、境界層、 摩耗による損失などである。熱的完全、熱的完全機体は、熱力学的平行状態にあり、化学反応を起こしておらず、次の式が成り立つと仮定したモデルである。この式は、比熱容量が温度によって変化したとしても成り立ちうる。さらにもう一つの条件として、内部エネルギー、エンタルピー、比熱容量は温度によってのみ変化すると仮定する。例えばタービンでは、 温度はそれほど急激に変動しないため、熱的完全気体モデルが十分活用可能である。比熱容量は変動するが温度に対応して変化するだけであり、分子同士の相互作用は考慮しない。理想気体は完全気体を単純化したもので圧縮率因子 Z が常に1であると仮定する。圧縮率因子を1と仮定することで、理想気体の状態方程式が成り立つ。 この近似モデルは工学分野に適しているが、さらに大まかな回の範囲を知るためにもっと単純化したモデルを使うこともある。理想機体の近似モデルが有効な例として、Z エンジンの燃焼室の内部状態の計算がある。分子の乖離や素反応による排出ガスの計算にも適用可能である。1990年4月21日、アラスカのリダウト産の噴火。 実在気体が熱力学的平行にないことを示す例。実在気体は以下のようなことを考慮することで気体の振る舞いをさらに広範囲にわたって説明するモデルである。これらを考慮すると問題の解放が複雑化する。気体の密度が圧力に比例して大きくなると分子間自からも気体の挙動に影響を与えるようになり、理想気体モデルでは妥当な結果が得られなくなる。 内燃機関の温度の上限あたりでは、複雑な燃料の分子が振動や回転の形で内部エネルギーを蓄え、その比熱容量は単純な二原子分子や気ガスのそれとは大きく異なる値になる。さらにその2倍の温度になると、電子の冷気と気体粒子の乖離が起き始め、粒子数が増えることで圧力にも影響が出る。最終的にあらゆる熱力学的過程は、 ある確率分布に従った速度を持つ一様な機体として解釈される。非平行状態を扱うということは、解を求められるような形で流れの場を扱うことを意味している。理想機体の法則を拡張しようとする最小の試みの一つは、状態方程式を PVN イコール定数と変形し、N を比熱比ガンマなどに依存した変数としたことである。多くの場合、 実在気体モデルを使った分析は課題である。実在気体モデルが分析に役立った例としては、極めて高温高圧になるスペースシャトルの大気検査に突入や、1990年に噴火したリダウト3でのガス発生のシミュレーションなどがある。ボイルの実験装置ボイルの法則は、気体の状態を表した最初の公式である。1662年、ロバート・ボイルは、 一旦が閉じてある J の字型の試験管を使った一連の実験を行った。一定量の空気を閉じてある短い方の端に詰め、水銀で蓋をする。閉じ込めた機体の体積を注意深く計測し、さらに水銀を追加する。機体の圧力は水銀の両端の水位の差から計測できる。このような実験からボイルは機体の体積は圧力と反比例すると結論付けた。 ボイルの実験装置の図には、ボイルが、機体の研究に使った珍しい器具が描かれている。1787年、フランスの物理学者で気球で知られるジャック・シャルルは、酸素、窒素、水素、二酸化炭素、空気といった機体が80ケルビンの温度差で体積が、等しく膨張することを発見した。1802年、ジョセフ・ルイゲイ・イコール・リュサックは、より広範囲の実験を行って、 同様の結果を得、機体の体積と温度に、性ピレの関係があることを発表した。ゲイ,イコール・リュサックは、シャルルの業績を引用し、その法則に、シャルルの名を付けた。なお、その前例に、ジョン・ドルトンが、分圧に関するドルトンの法則を発表している。1811年、アメデオ・アボガドロは、体積の等しい純粋な機体は、同じ個数の粒子を含んでいることを発見した。 その理論はしばらく受け入れられなかったが、1858年にイタリアの科学者、スタニズラオカニッツァーロがアボガドロの理論を使って理想的でない例外状態を説明したことから受け入れられるようになっていった。アボガドロの法則の発見から約1世紀後、12g の 12c を構成する原子数をアボガドロ定数と呼ぶようになった。この量の期待は ある温度と圧力の下で二で22.40リットルの体積を占め、これをモル体積と呼ぶ。ドルトンの気泡1801年、ジョン・ドルトンは理想気体の分圧に関するドルトンの法則を発表した。すなわち、混合気体の圧力はそれを構成する個々の気体の圧力の総和だという法則である。N 種の気体があるとしたとき、この法則は次の式で表される。 右の図はドルトンが実験を記録する際に使った記号群を示している。ドルトンの論文には不活性の男性流体の混合について次のような記述がある。空気の圧縮率因子熱力学ではこの因子を使って理想気体の方程式を圧縮率を考慮した実在気体のそれに変換する。この因子は現実の非体積と理想気体の非体積の比で表される。 ファジ係数の一種と申され、理想機体の法則を実際の設計などに応用できる範囲を広げる役目を持つ。通常、Z の値はほぼ1である。Z 線図は極低音の範囲での Z の変化を示したグラフである。流体力学では、レーノルズ数は完成力と粘性力の比である。流体力学における重要な無次元数の一つであり、 他の無次元数と組み合わせて使い、力学的類似性を決定する基準を提供する。そのため、設計の際の模型での結果と実物大の実際の条件との関係を、レーノルズ数だけで表すことができる。また、流れの特性値としても使うことができる。風洞でのデルタ翼の実験。翼の先端で機体が圧縮されることで、屈折率が変化するため、 このような影の形になる。粘土は流れにくさを示す流体の物性の一つであり、先端変形速度に依存する。液体は先端力を加えられた時常に流動するが、その速度に応じて効力が生じる。気体は液体に比べて粘性が低く、粘性なしとして扱われることも少なくない。気体が全く粘度も持たないとすると翼の表面に、 固着することはなく、境界層は形成されない。デルタ翼の研究においてシュリーレン写真を使い、機体粒子が互いにくっつき合う現象があることが確認された。流体力学において、乱流とは、無秩序かつ確率的に変化する特性を持つ流れの状態である。乱流は、運動量の拡散が小さく伝達量が大きく、流れの圧力や速度が 時間や空間とともに急激に変化する。気体粒子は気体中を移動する物体の表面にくっつく性質を持つ。そのような粒子の層を境界層と呼ぶ。物体表面に粒子がくっつくのは基本的には摩擦が原因である。すると物体と境界層を合わせた部分が一緒に気体内を移動する形状を形成する。境界層を物体表面から剥がすには 形状を変化させ流れの経路を完全に変えればよい。古典的例として、航空機の失速は境界層の剥離が原因である。右上のデルタ翼の写真では、右から左に機体が流れるのに伴って、境界層が翼の先端に沿って熱くなっていく様子が見られる。自由度が無限大に近づくにつれて、K は極めて多様性が高い、虚視的状態となる。 例えば、冷凍した金属棒の表面の温度を観測し、サーモグラフィ映像で表面の温度分布を見てみればよい。ある時点の温度分布観測によって微視的状態が得られ、時間を置いて何度も温度分布を観測することで一連の微視的状態が得られる。この微視的状態の履歴から、それらを全て一つの分類に属する虚子的状態を選ぶことが可能である。 ある系でエネルギー伝達がなくなるとき、その状態を熱力学的平衡と呼ぶ。通常、この状態では、系とその周辺は同じ温度となっていることを前提としており、熱の移動が起きない。さらに外部からの力も釣り合いが取れており、系内のすべての化学反応も完了している。温度、外力、化学反応というこれらの条件が、 どういう順番で成立するかは形によって様々である。氷を入れた容器を室温の中に置くと氷が溶けきるのに数時間かかるが、半導体においてデバイスにかかる電源を ON オフすることで発生する熱伝達は数ナノ秒のオーダーで変化するかもしれない。ガスという言葉はビンファンヘルモントが考案したもので、カオスのオランダ語読みを改めて文字にしたものと見られている。 ありがとうございます。